天の父親である佐藤教授を演じられたのが小日向さんでいらっしゃいます。ご覧いただいた皆様も驚かれたじゃないかなと思うんです。けれども、佐藤教授もウルトラマンに変身をしていました。めちゃくちゃかっこよかったです。親子のシーンで小日向さん、印象的なシーンがありましたら教えください。あの、やっぱりえっと剣が小さい時にえっと緊急事態になって、えっとちょっとこれからあのすぐ戻ってくるからって言って外に出て。 そうすると子供のケンがガラス越しにこう外を見てるとウルトラマ父親がウルトラマンになってこう立ち上がってくるっていうところはおおなんてこんなにウルトラマンってでかいんだと思ってですよねであ,のあともう一つが最後の方でえとケンと一緒になって「ジャイガントロン」でしたっけにやられながらも二人力を合わせてえとスペシウム光線を二人で、はい。 あそこがもう。いいですよ、ね。よかったよね。あの。ウルトラマンも年を取ると、あの。見た目も変わるんだなってのも。そうですよね。<laughs> ねあの、あ。<laughs> ウルトラマンはそのまま形も変わらないかと思ったらしっかり年を取った、うん、そういうシステムなんですねなんか、ねはい、それがちょっと愛嬌があって素敵でした、はい <laughs> はい、確かに本人をちゃんと反映させてくれるんですね,すねあの立派なおひげみたいなデザインがあったりして素敵でしたそ,で、ねはい、そしてまあ二人でのスペシウム構成のところあそこはもう胸が熱くなったという方たくさんいらっしゃるんですあ拍手をしてくださっている方もいますねそうね カメラがこう戻ってくると2人でやっているしっかりと寄り添いながらというのは名シーンの一つだったかなと思いますありがとうございます。